こんにちは、まちろです。7月1日はウォークマンの日。これはですね、1979年7月1日に、ソニーから出た初代ウォークマン TPS-L2 が発売された日っていうことで、まあ毎年話題になるんですけど、2019年だったかな、ウォークマン40周年っていうことで、銀座のソニーパークでウォークマン展っていうのがやってて、そこに行きました。で、ここにはですね、歴代のウォークマンがあちこちに置いてあって、で、あと、ウォークマンウォールっていうね、ウォークマンの壁みたいのもあって、めちゃくちゃ壮観でした。一部のウォークマンは手に取って触ったり、実際にね、カセット入れて音楽聴いたりすることもできたんで、マチロ感激っていうね。で、あと、スタンプラリーっていうのもやってて、このスタンプをですね、コンプリートしたら、カセットの AHF、ソニーのね、このデザインのメモ帳をもらいました。私はですね、子供の頃から今の今までずっと、ウォークマン使ってます。それだけウォークマンが大好きっていうね、ウォークマンファンなんですけど、まあ一時期MD とか、MP3 プレイヤーかなになった時に、東芝とかにね、浮気したこともありますけどね。で、この初代ウォークマンの TPS-L2、当時のソニーの社長、森田昭夫氏がですね、3万台売れなかったら社長を辞任するって言ったとか言わないとかね。まあそれほどウォークマンに正気と自信を持っていたわけなんですけど、まあ発売前から超話題で大人気だったのかっていうと、まあそうじゃなくて、尖った商品だったから、まあ最初はね、全然売れなかったんですよね。カセットはラジカセで聞く。ラジカセにはスピーカーと録音機能があって、で、この初代ウォークマンにはね、スピーカーもないし、録音もできないしっていうことで。で、あと、外で音楽を聴くときっていうのは、まあ、ラジカセをね、持ってって、ビーチとかキャンプ、あとはカーステのない、車で聴くとか、まあ、こんな感じで、外に音楽を持ち出すっていうときは、基本的にみんなで聴くっていう感じで、今みたいにソロキャンプとかお一人様っていうのがね、メジャーじゃなかったから、一人で音楽を聴くのは自宅でっていうのをね、外でも一人で音楽聴く必要あるのとか、外で音楽一人で聴いてたら友達と話できないじゃんみたいなね。だからまあウォークマンの方向性っていうか使い方っていうのがいまいち浸透しなくて、まあでもですね、この初代のウォークマンには、ホットラインっていうオレンジの目立つボタンがね、本体の上部についていて、で、これを押すと、本体のマイクが周囲の音を拾って、ヘッドホンからその音が聞こえてくるっていう、まあ画期的な機能がついてて、だからまあ音楽聴いてても友達と会話はできるんですけどね。まあ今でいう外音取り込み機能っていうのがね、もうこの時からついてたっていう、すごいですよね。で、この極物扱いのウォークマンの方向性を世間に認知受け入れられるようになったのが、1979年に発売された雑誌、月刊明星で、西城秀樹さんがローラースケートしながらこのウォークマンを聴いてるっていう、まあこれがね、きっかけっていう話をよく耳にします。まあこの雑誌が出た時は私は小学校5年生でまだ明星とか平凡とか読んでなかったから、当時はね、これ見たことなかったんで、秀樹さんがウォークマンでね、フィーバーしてるなんてことは全く知らなかったんですけどね。まあ確かに自宅みたいに外でもひっそり聞くんじゃなくて、こうやって何かやりながらアクティブに使うんだっていうのが、わかりやすいですよね。まあしかも認知度がピカイチの西城秀樹さんが使ってるんだから、ウォークマンはかっこいい男のアイテムみたいなね、そんなイメージも広がったんだと思います。まあこの秀樹さんの写真がウォークマンの売り上げに一役買ったっていうのは確かだと思いますけど、ソニーが打ったウォークマンのテレビ CM とか、オーディオ系の雑誌でまあ紹介された記事とか、コンパクトで斬新なコンセプトを持ったこのウォークマンが、海外でも話題になったこと、あと、ウォークマンのロゴがポップでね、80年代っていう時代にマッチしてたとかね。まあそういうのが複合的に絡み合って、ウォークマンは2代目の WM2 からブレイクしていくわけです。1987年の、ウォークマンのテレビ CM、猿がね、じーっとウォークマンで音楽を聴いてるっていうね。これなんかも話題でしたよね。で、この2代目ウォークマンになると、デザインがよりスタイリッシュになって、芸能人もこぞって使うようになりました。まあ、芸能人ってね、忙しいからその忙しい合間に、プライベートで音楽を聴けるっていうのと、あとは移動時間とかで、新曲をね、こう聴いて覚えるとか。だからまあ芸能人にとってはこう、もってこいのアイテムで、よくね、アイドル雑誌とかにウォークマンを聴いてる写真なんかも、載ってましたね。まあこんな感じで、ウォークマンの宣伝っていうのもね、口コミみたいな部分でも広まっていって、完全に市民権を得ていくわけです。ソニーの他にもアイワのカセットボーイなんかも人気ありましたけど、まあコンパクトなカセットプレイヤーっていうとね、ウォークマンっていうのがね、もう世間に浸透してしまって、よくわからない親とかはね、どこのメーカーのこのプレイヤーを見てもウォークマンとか言ってましたね。まあそれだけウォークマンという名称はブランドになってて、ウォークマンという文字を入れちゃえば何でも売れるっていうんでね、一時期ウォークマンという飲料水もありましたけどね。で、この2代目ウォークマン WM2 っていうのはですね、私も持ってました。これでね、初めて聴いた曲っていうのはね、今でも忘れない、覚えてるんですけど、沖田博之さんのいい気持ちで、なんか音がね、右から左にこう、移動するっていうんですかね、パンする。この感覚が斬新で、たまげました。まあ、欠点を挙げるとすれば、まあ、電池がすぐなくなるっていうのと、まあ、ヘッドホンはね、軽くていいんですけど、このアームの部分がね、やわくてね、ちょっとした衝撃で変な風に曲がっちゃうとか、あとはこのオレンジのね、スポンジ、耳に当たる部分がスポンジなんですけど、それがね、すぐボロボロになったりとか、で、あとはね、このモーターの部分がね、ちょっと弱い感じで、なんか突然動かなくなって、こう、カタッカタッカタッとかね、なったりして、もう買い替えなきゃなとかね。まあ、これだけコンパクトにしたから、耐久性っていう部分ではね、まだまだ改善の余地があったような気はします。で、まあ、このウォークマンあたりですかね、ちょうどね、こう、壊れてきたあたりに新しい機種が出てくるっていう、こう、サイクルがね、続いていったから、それが新製品を買わせるために意図的に仕込んだ、不具合なんじゃないのかっていう感じでね、ソニータイマーっていう言葉がね、このあたりから、出てくるようになりました。80年代になると、80年代後半ぐらいから、私は高校生で、電車通学をするようになるんですけど、まあね、電車の中でウォークマン聴いてるのは男ばっかりで、女の子がウォークマンを聴いてるっていう光景はほとんど見たことがなかったですね。女の子は友達とおしゃべりしてたりとか、本を読んでるとかね。だからウォークマンは男が使うものっていうイメージがあったんですけど、まあそうですね、女の子はウォークマンもそこそこのお値段だったから、ここにお金をかけるよりは、洋服とかそういうファッションにね、お金を使いたいとかね、そういうのがあったのかもしれませんね。まあでも90年代になると、女の子がね、電車でウォークマン聞いてるとか、まあそういう光景もよく目にしたんで、まあこのあたりから男だから女だからっていう、まあそういうのは関係ないんだなっていう、風潮になっていったような気がします。このカセットウォークマンっていうのは、2008年に生産終了してしまったんですけど、まあ、この1979年のカセットから始まって、その形は MD、CD、そして今は、デジタル音楽プレイヤー DAP ですね。まあ、こんな感じで変わっていったんですけど、まあ、初期のブランド名でね、ずっと音楽プレイヤーを続けてるっていうのはソニーだけなんで、まあ、これはものすごいことですよね。一ウォークマンファンとして今後も初代ウォークマンの魂を忘れずに、ずっとウォークマンブランドを続けていってほしいと思ってます。このね、初代ウォークマンの魂を忘れずにっていうところがね、ポイントですよ。ただ作ればいいっていうんじゃなくてね、時代を先行するアイディアと顧客満足度を重視するっていうね、ここを忘れずに。はい、ということで、西城秀樹さんの話は一瞬でしたけどね、西城秀樹さんとウォークマンの話でした。では。